BS レグの吐きました。今回のフロントは 235-40R19 ロードインデックス92の速度記号が W、 製造されたのが2019年42周目なので、まだ3ヶ月半ぐらいしか経っていません。そしてリアのサイズが 245-40R19 のロードインデックスが98、速度記号が W、 リアタイヤの方がピンピンです。2020年4周目に製造されたので、このタイヤができてからまだ約2ヶ月弱ぐらいしか経っていません。はい、シンです。本日はこのセルシオにブリヂストン最上級の静粛性と乗り心地を併せ持つプレミアムコンフォートタイヤレグの GR クロス2を入れたので、高速道路に乗ってその乗り心地を試してみたいと思います。この GR クロス2は摩耗しても静粛性を維持するよう、摩耗によって変化する新たなタイヤパターン設計がされています。 60% 摩耗時の静粛性が GR クロス1比較で約 17% も改善されているそうです。まあ感覚の部分なので、人それぞれの感じ方はあると思いますけれども、この世の中に出ているタイヤでは最も静かなタイヤと言っても過言ではないでしょう。タイヤとしては乗り心地から感じる通り結構柔らかめなんですが、タイヤ自体の骨格もしっかりしていて直進安定性が良いため、通常の走行でストレスを感じることはないというふうにね、ブリヂストンの方も謳っております。ウェット時のブレーキ性能は B という評価なんですが、低燃費性能は全サイズ9大点以上 AA から A のランクを獲得しています。まあやはりね、欠点としては値段が高い、そのぐらいでしょうかね。耐久性、乗り心地、静粛性、ウェット性能、ドライ性能、燃費、現在市販されているタイヤの中では間違いなく全てのポテンシャルトップクオリティでバランスが取られたグレートバランスの最高級最上級タイヤです。さあそれではエンジンをかけてみます。エンジンをかけてみると、前に履いていたタイヤの時よりも車の中にこうやっていて静かな気がします。まだ走ってないんですよ。多分ね、これ嘘だろうと思う人もいるかもしれないんですが、この車の微妙な振動をタイヤが吸収しているのかなって思うほど、本当に発進する前から車が静かなのがわかります。これは感覚値なんで何とも言えない部分もあるんですけども、多分車の振動もこのタイヤによって抑えられているのかなって気がします。さあ本日はレグノの検証ということで、いつもよりもカメラが揺れやすい高めの位置に設置しております。さあそれでは今日は車がとても汚いので洗車しに行きます。さあまずはね、このコンビニの段差ですよね。道路に出るための段差、割とここはスムーズなところなのかな。とても静かです。さあ走り出しました。割とねこの道路は舗装が綺麗なところ、綺麗じゃないところがあるんで、レグノの感じもしかしたらね収録できるんじゃないかなと思って期待して走っているんですが、さあどうでしょうか。やはりね、前回は横浜のブルーアースのエースを履いていたんですが、ブルーアースよりも格段に静かでとても柔らかい感じがします。ブレーキをかけて止まるときもとてもスムーズに止まってくれます。さあ信号が青に変わります。発進します。このセルシオエンジン音がとても静かなんですけども、以前よりもエンジンの音、なんて言ったらいいんですかね、刻んでる感じのタイミングとかエンジンの音がとても細かく聞こえるようになりました。いやこの道路もね、そんなに道が綺麗じゃないんですけども、とても静かです。あと道路の舗装が悪くても乗り心地が悪くならない、なりにくいっていうのがね、またすごいところだなと思います。レグノのね GR クロス1に関しては周りでも乗ってる方がいるんでね、セルシオで、B 仕様だったりもするんですけども、そういう方のセルシオを乗っていてもとても静かだなと思ったんですが、このクロス2とってもいいですね。さあここから舗装が悪い感じですね。現在の速度が時速50キロ、ちょうど50キロです。ちょっとね舗装が汚いところを走ってる感じなんですが、
全然僕のこの喋る声綺麗に収録できてるんじゃないでしょうか。もう車内は本当に静かです。これ路面の舗装が綺麗なところだったら本当に気持ち良さそうですね。さあ綺麗なところにちょっと入ってきましたね。やばいです、かなり気持ちいいです。なんでしょう、柔らかいタイヤ履いたことがあるんですけど、今までも、弾むように走る感じってなんかわかりますかね、感覚。その弾んでる時に弾みながら前にタイヤが転がってくれている、そんなイメージの乗り心地です。慣れるまではもしかしたらちょっとおっとタイヤが弾んでるなっていうふうに思うかもしれないんですが、この辺でね、燃費性能が向上してるのかなっていうのをね体感できます。もう乗ってすぐわかります。さあさっきよりもちょっと路面が悪いところに来ました。ガタガタとしますけど嫌な振動はないですね。やはりね、横浜のブルーアース前回履いていたタイヤよりももう格段にね音は静かですし、乗り心地も最高にいいです。走ってる時もね、セルシオはねアクセルを離してそのままさーっとエンブレがかからない状態で走ってってくれる感じがあるんですけども、それもね全然スピードが遅くならないですね。このトンネル内とかもね割と普段はすごくうるさいんですけども、前よりも静かな気がします。窓を一回開けてみます。そうこんな感じでね、結構ねこのトンネル舗装が悪くてうるさいんですが、今この窓が閉まった状態かなり静かなんじゃないかなと思います。さあこの赤色の地面とかも結構うるさいですからね本当は。いや静かですね、もう全然アクセルを踏まなくてもめちゃめちゃ転がって走ってくれます。前回の動画を見てくれた方はご存知だと思うんですが、フロントだけね、フロントの頭角だけアライメントしてもらいました。車高は変えておりません。なのでね直進安定性すごく良くなってるんじゃないかということで、本日は圏央道に乗って20キロぐらい走ってみようと思います。静かですね。レグドにしてから外の車の音とても聞こえるようになりました。そしてですね、先ほどもお伝えした通りエンジンの細かい音が聞き取れるようになった、プラス車の今まで気づかなかった細かい音みたいなのがねとても聞き取りやすくなりました。アクセルを踏んだ時のキーンって音だったりとか、ブレーキを踏んだ時のブレーキパッドが擦れてる音までは聞こえないんですが、その感覚みたいなのがね、なんとなくね音として伝わってくるような気がします。本当に車の細かいところとても聞こえます。さあ圏央道に入るねこの入り口も結構路面荒いです。ですがとても静かです。これはかなり違うな。さあ今圏央道に入りました。高速道路のジョイント部分ですね、こことてもスムーズです。もうね、すでにね、一般道でたくさんコンビニの段差経験してるんですけども、どれもね、とても静かです。前もね、タイヤを履いてるにもかかわらず、なんかね、ホイールがゴツンと言ってるような感覚とかがね、場所によってはあったりしてたんですけど、縁石を登るとき、降りるとき、本当に静かでね、柔らかいクッションになっています。やっぱりいいタイヤっていうのはね、ホイールだったりとかその先に振動が伝わるアームだったりとかにも衝撃を吸収してくれる分とても優しいかもしれないですよね。うわ静かですね。乗り心地も良くて静かなんで、現在ねだいたい70キロぐらいで走行してるんですけども、スピード感を全く感じません。怖さを感じません。多分タイヤがちゃんとある程度グリップしてくれてるっていうのもあるんで、とてもね高い安定性能により運転している時の速度感みたいなのをねあまり感じない感じになってるんじゃないかなと思います。細かい輪出しとかもねもちろんタイヤから車体そして、車内へと伝わってくる感じはあるんですが、もうね地面に設置している一番最初のタイヤが違うとこうまでも乗り心地がいいのか
ていうふうにね、感じます。この選手はね、CCO でさすがエアサスになっています。乗り心地を追求したい僕としてはね、最高のタイヤです。さあ今とかもね、わだちがすごくあったんですけども、車体もだいぶ入れてるとは思うんですが、今のところがね、路面悪かったですよね。でもさすがにね、やっぱり路面悪いなって感じは感じますが、音はとても静かです。さあこの辺もね、舗装が綺麗です。そしてまた舗装が汚いところへ入ります。では追い越し車線に入って流れに乗ってみたいと思います。いや、いいですね。もう車自体の振動が本当にね、全然ないです。自分の車がとても静かになったのがね、本当にわかります。で、ご覧の通り、周りに大きなトラックがたくさん走っていて、トラックのね、排気音というんですか、とてもね、音が大きいです。それをね、以前よりも感じるようになっています。もうほぼね、このセルシオにレグノを履いているとホイールが19インチで扁平が40、そんなにね、扁平が厚いタイヤじゃないんですが、まるで無音のような状態で走っているような錯覚にとらわれます。いや、とにかく高速道路のジョイント、本当にストレスがないです。さあここはね、舗装が、まあ、普通ぐらいですかね、普通よりちょっと綺麗なぐらい。まあスケートボードにね、乗る子や乗ったことがある子だったら分かると思うんですが、僕はね、道路の路面の綺麗なところ、荒れているところとてもね、気にしてずっと、生きてきたんですけども、今ね、走ってる路面は普通よりもちょっと汚いぐらいですかね。まあスケートボードでもし走ったとしたら嫌じゃないけどちょっと荒いなみたいな。そしてとても綺麗なところね、ここはね、多分路面では相当、綺麗な方に入る道なんじゃないでしょうか。どうでしょうか。もうめちゃめちゃ静かだと思います。こういう緩やかなカーブとかもね、本当にね、綺麗に曲がっていってくれる感じがあります。タイヤに無理がかかってないというか、タイヤの性能が本当にいいんだなというふうに思います。フロントの頭角をアライメントしてもらったんで、もちろんね、修正台みたいなのがハンドル全然ないんですけども、気持ちよくね、回ってくれます。セルシオはエアサスなんでロールしがちなんですけどね、もっと速いスピードだったらまた違うのかもわからないんですが、制限速度で普通に一般道、高速道路走ってる上では全然問題がないです。乗り心地が悪くなることは全然ないです。さあこのね、赤い、これなんて言うんですかね、紙やすりみたいなこの路面塗装ですよね、ザーザラの。ここもね、本当はもっとうるさいんですけどね、あと乗ってる感じ嫌な感じあるんですけど、もちろんね、この波線を超えてる感覚はあるんですが、めちゃめちゃ静かです。さあここから舗装が変わります。綺麗ですね、もう全然わかんないぐらい。先ほども冒頭でお伝えさせてもらったんですが、このレグノのクロス2はタイヤを使っていって摩耗していくと、そのタイヤの溝、パターンが静粛性をキープするためにどんどん変化していく形状になっているんですね。で、このタイヤを履いてからすでに、大体もう5、600キロぐらい走行しているので、皮むき自体は終わっていると思います。なのでレグノのポテンシャル、一番いい時を今味わっています。いや、いいですね、すごい静か。舗装がここで変わります。コンクリートがちょこちょこ割れているところもあるんですが、さあ振動は来ますけどもね、静かですよね。さあここ路面がとても綺麗です。こういうね、やっぱ静かなタイヤを履くっていうのはね、とてもね、僕にとって重要なことです。路面から伝わってくるロードノイズの音ね、目と違って耳っていうのはね、強制的に情報が入ってきます。目は閉じることができますが、耳はね、寝てても音が入ってきてしまうんでね、ずっとね、強制的にこの入ってくる音が小さいと感覚では捉えにくい疲労感みたいなのが全くね、なくなっていくんですね。さあ静かなだけじゃなくて乗り心地がいい、そして燃費もいい、耐久性もある。今日はね、
途中から曇ってきているんですが、ずっと晴れていました。なので、ドライ走行ということになると思うんですが、とても、ね、乗り心地いいですよ。この道路の制限速度が80キロで、今ギリギリいっぱい80キロぐらいで走ってるんですけども、さあ周りのトラックの音は聞こえますよね。でもこの車の音全然聞こえなくないですか。やはりセルシオにレグの最強の組み合わせじゃないかなと思います。これがねまたねノーマルの16インチとかだったらもっと音は静かだし乗り心地がいいと思います。ですがこの19インチの BBS 単造の BBS でもこんな感じなんですよ。レグノってすごいタイヤですよね。ちなみにこのレグのクロス2の耐久力なんですが、摩耗に特化した音とか関係ないねタイヤイルカはちょっと、やっぱいいタイヤだなって感じなんですけど減りが早いと思います。ですがね、タイヤっていうのはねそんなにもう5000キロとか1万キロとかで履き替えるものじゃないんでね、場合によっては運転の仕方にもよるとは思うんですけども、この静かさが、だいぶ長く続くみたいなね、例えばこのタイヤ、60% 溝が減ってしまったとしても前回のとても静かだったクロスワンよりも 17% ぐらい静かさが抑えられている形状になっていると、ね、またグリップが落ちたりとかいろいろウェット性能が落ちたりとかそういうのはあるとは思うんですが、その静粛性に関してはもうずっと減るまでね、ほぼ、新品の状態からゆっくり、うるさくなっていく状態で他のタイヤと比べたらずっと静かな状態がキープされるんで本当にね、高いタイヤとはゆえその静かさにね、自然な疲労感を取り除くための部分に価値を感じている人にとってはそんなに値段を気にするほど高くないんじゃないかな。逆に言えばその値段でこの性能が手に入るんだったら僕個人としては全然ありです。だいたい4本で20万円ぐらいですね。このタイヤはタイヤは命を乗せているなんてね、こんなようなキャッチフレーズを聞いたことがあるかもしれないんですが、車のパーツで唯一地面と接触している設置している部分ね、ここが僕たちの命綱なんでね、その命綱が4本20万円で、まあ、19インチじゃなければもっと安いんですよ。18インチからもっとだいぶ安くなるんですけども、下手したらね17、18とか半額ぐらいでキャンペーンとかだったら買えちゃったりするんですが、その値段でもタイヤとしてはねそのインチ代は高い方だと思うんですが、全然、そのぐらいの価値はあるんじゃないかなと個人的には思っております。なんせねこの静かなことによって同乗者全員の疲労感を排除できる、そしてこの乗り心地によって同乗者全員の快適さを買うことができる、それがね1年も2年も続くんだったらそのぐらいの価値はあるんじゃないかなというふうに勝手に思っております。さあ圏央道ねいつもよりもちょっと混んでる感じがあるんですかね。ですがまあ制限速度ギリギリで走れているので流れてはいるんですが、だいぶ気持ちよくドライブできています。さあ路面の色で舗装が変わったのが見てわかるんですが、この静かさの安定感半端じゃないです。もうとにかく楽ですね。このねレグノにしてから走行フィーリングが変わったので車のシートポジションも少しね、それに合わせて変えました。とてもね楽に運転ができます。今走行している圏央道は高速道路としては例えば首都高とかと比較して割と新しい道路なんですけども、大型のトラックがたくさん走ってたりもするんでね、道路がね荒れてる部分と綺麗な部分がいろいろとねあってね、このタイヤのポテンシャル感じやすいんじゃないかなと思って、今走行してるわけなんですが、さあ、前をねゆっくり走っていたトラックが左に動いてくれたのでちょっと気持ちよく走っています。さあこのガタ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 ってね、わざとこういうねうるさいところ、継ぎはぎみたいなところ多分穴が開いたんでしょうね、ポケットの継ぎはぎみたいなところがいくつかあったんでタイヤ通過してみたんですが、とても静かですね。さあこのねバウンドする感じの、ちょっとしたバンク自体もね
本当にね、セルシオの優しさと相まってとても気持ちよく通過してくれます。現在ね、80キロぐらいです。どうですか、めちゃめちゃ静かじゃないですか。じゃあここでね、一発ね、音楽をかけてみようと思います。やはりね、一般道よりも高速道路の方がね、どうしてもね、ロードノイズするじゃないですか、速度が速いんで。でもね、めちゃめちゃ静かなんでね、高速道路で制限速度80キロマックスで走ってると、こう音楽がどういう風に聞こえるのか、しかも音が綺麗な CD ではなくて、まあ太いんですけどね、テープでかけてみます。さあ、いい感じですね。料金所を通過する手前までスピードを落としながらカーブをぐーっと走ってるんですが、皆さんご存知だと思うんですが、とても気持ちよく走ることができました。さあ、高速道路の降り口、こことても路面が悪くてうるさいところなんですが、いや静かですね。いや、これはいいですね。わざと路面の汚いところを通ってみようと思います。もう全然静か。普通のタイヤだったらって言い方もあれなんだけど、前回の横浜のブルーアースだったらもっとめちゃめちゃうるさかったな。しかも乗ってて安心感みたいなのが全然違いますね。レグのはブルーアースは、うわタイヤに悪そうとか、タイヤがゴロゴロいってるなっていうのはすごい分かったんですけど、やっぱりアライメントしていただいた効果も高いですね。車がスーッとね、思い通りに曲がってくれます。このハンドル、どれだけ回せばどういう風に曲がっていくのかね、前よりより分かってきたような気がします。やっぱり車はね、ちょっとしたことをやってみるとね、大きくその差を実感できたりしますね。どうしてもね、ちょっとだけ何かが狂っていたとしても慣れちゃうんでね、分かんなくなっちゃうんですけども、いろいろと直した末にこうなんだっていうのをね、本当はこうなんだっていうのをね、実感できたら、前がね、どのくらい乗り心地が悪かったのかとかにも気づけるんですけども、逆に言えばこの乗り心地いいのにも慣れちゃうんでね、乗り心地悪い車に乗った時に余計に以前よりもストレスを感じてしまうみたいなことがあるかもわからないんですが、いいものを知って、そして、他のものが正確に判断できるようになっていくと思うんでね、このブリヂストンレグの GR クロス2、選択して本当に良かったと思います。